お疲れ様です。ラットです。というわけで、今回もね、クラッシュライルやっていくんですけど、今日はね、これを使っていこうかなと、はい、思います。ホグディガーですね。ホグとディガーが一緒になってるデッキって多分あんまないと思うんですけど、ちょっと前にね、ちょっと前なのかどうかもわかんないですけど、半年か1年ぐらい前に、一時期入りました。この、あれっす、毒キノコの枠がね、あれ、マスケでしたね。前までは。マスケだったんですけど、ちょっと僕マジでこいつのこと好きすぎて、本当にこいつないとデッキ使いたくない病にかかっちゃってるんで、はい。毒キノコの効果にかかっちゃってるんでね、これ今日も使っていきます。で、まあ、言うて奉仕でも、奉仕って言っちゃった。あ毒キノコでも、がヤラマでね、処理されてもテストあるんで、まあ言うて空にも強いかなって感じですね。なんでラバ引けたら、個人的に美味しいと思いたいですね。はい。というわけで、まあ、ホグとディガーが2枚もいるのって、まず、根本的なところから始まるんですけど、ディガーって相手がゴブリンとか、まあ、ナイトとか、そういうのが多かったらなかなか通んないじゃないですか。で、まあ、その場合に、じゃあホグを飛ばして、じゃあホグってトルネードとか施設あったら通らないじゃないですか。じゃあ、そういうの場合は、ディガーで攻めて、みたいな。こう、まあね、どっちかが苦しかったら、どっちかで助け合おうっていう感じのデッキですね。はい。で、もし、ディガーとかにトルネード使ってくれたら、ホグも通るし、みたいな感じで、ホグとディガーで、ええ感じに攻めていきたいかなと思います。相手がペッカ工場か。ペッカ工場はね、ちょっと嫌っすね。しかももう、テスラが今ねえの。これちょっと雪玉まで使って、耐えます。いえ、雪玉からの、これ、奉仕で、あれですね、もう釣っていきます。いいね、あ、奉仕って言っちゃった。え、めっちゃうまくない？これ、見て見て見て。ほら、これができるのよ。ちょっと陸受け少ないデッキでも、このね、毒キノコちゃん。あ、なんで今日毒キノコって言ってるかっていうと、ロケット奉仕って長くないですか？長いじゃないですか。なんで、ロケット奉仕長えなぁ。ちょっと嫌だなと思って、毒キノコにしました。よいしょ。てかね、ちょっとアニメ見て、毒キノコのアニメ見て、ちょっと影響されたっていうのも若干あるんですけど、まあ、それなら奉仕でいいやみたいなのがあるんですけど、やっぱ毒キノコって呼びたいっていうね、ちょっとありますね。メイドインアビスっていう、多分僕が視聴者さんに教えてもらったやつなんですけど、なんか僕、いつもね、本当に、すげえ確率の高い割合で、あ、いいね、避けろ、奉仕。奉仕じゃねえんだよ、お前は。お、そういく。やばい、待って、危ねえ。オッケーオッケー。そうですね。アニメとかの話するんで、視聴者さんとかがね、コメントでこう書いてくれるんですよ。このアニメ面白いですよって。だから最近、そのメイドインアビスってやつとこういうね、めっちゃ面白いですね。なんか、すぐ泣きそうになるんですわ。あれ。しかも面白いし、と、あと、ダーウィンズゲームかな？最近すげえハマってますね。これはもう僕が大好きな系統のやつだって感じでしたね。これは典型的な。はい。なんで、すごいアニメにハマっちゃってますね。よいしょ。というわけで、最近ちょっとね、まあ、体調悪かったこともあり、家でゆっくりできる時間がね、ちょうどあったね。たまたまね、たまたまあったんでね。いい雪玉。あ、このスキルちょっと取っといてよかったかな。これね、ホグとディガーがあることによって防衛カードが少ないっていうのがちょっと怖いんですけど、まあ言うてでも、あれみたいなのがありますね。ディガーを困ったら防衛で使えばいいみたいなのがあるんで。よいしょ。さあ、建築して、おお、相手なんかいろいろ事故ってね。マジでそこに立ててくれたら、オッケーオッケー。建築。で、ここ一回止めて、外因さしてからの言うのも受ける。よいしょ。で、エレキはいいか。OK。もうそろそろホグディガー、あれっすね。もう相手の多分一瞬で削りたいときはホグディガーしとけばいいみたいな。で、相手ワンチャン逆にユニット出すよね。OK。あ、タゲが。で、ここの言うのは許容しようと思ったんですけど、なんか出てきたんで受けます。お、いいポイズンだけど、残念。あれのキノコは優秀さあ、スケで受けて、残り700か。余裕ですね、ペッカ意外と。奉仕をあんな感じで使えることができるならば、これちょっとおしゃれにいきたいと思いますね。よいしょ。しかも、タゲは取ってる。謎。遊んでるわけじゃないですかね、これも。どうやって削り切ろうって今真剣にちょっと考えてますからね、僕だって。これ2体一緒のところにいるのよくないですね。
とりあえず削って、オッケーオッケー、いいですねいいですね。これちょっとホグライダーで竹取りつつ、このホグライダーで竹取ってる間にマジェチョをやると。うえうえ、来た来た、34たまたまね、よいしょ、延命していく延命していく。あ、しかもこれ見て、ここにホグライダー飛ばして、お前そっち行くなよ、せっかくいいとこだった、もう追加来た、よし、いやいい感じですね。あれでフェック工場ポイズンザップなんで、マジアチャーを早めに処理してあげたら、相手がポイズン使わない限りね、ロケ方式がずっと、ロケ方式って言った、あーもうダメっすね言いたくない、謎に言いたくないんですけど、よし、ロケ方式が残りますね。なんでちょっといい感じになりますね。よいしょ、というわけでホグを来た、僕にとっては気持ちは餌だと思ってます、ラバ。よし、ホーシとテスラでマジでほぼ勝てると思うんですけどね。これどうしようかな。縦の選手に向けたいんで、ロケット方式受けつつの、からのですね、テスラここに置いちゃおうかな。これバルーン、あ、バルーンの可能性があるんですね。あ、バルーンちょっと良くねえですね、これ。これあれですね、一回、ここでノックバックして、このテスラを残したい。いや、いいからの、一応スケでね、この、ちょっとのダメージを減らしていく。あー、で、この方針にリガーを、つなげると、今絶対痛いユニットをもう一枚裂かないといけなかったんですよ。今のですね、今の大事です。今のにユニットを探して、で、胞子がまた残ってきて、もしかしたら、ね、残ってきたら、それにバルキリーつけて、バルキリー胞子とか、ホグ胞子とか、まあ、そんな感じの流れにしないといけないんですよね。なるほどね。はいはいはい。というわけなんですけども、まあ、なかなか、この、相手の、ちょっとあれですね。ロケット誌めっちゃ、すごい角度で、なんか斜めに行ったな、お前。やなめだっけこの人。おい。まあまあ。とりあえずね、ちょっとダメージを抑えつつ、さあさあさあ、ここは、一回ロケット誌回しますか。やなめ使ったんで、そっちじゃないよ。はい。うい。いいね。あ、ロケット星こっち戻ってきてくれないんだね、君は。いや、これね、多分耐えれる。一発？いや、ここは一回許容してからの。わあ、最悪だ。なんかドラゴン出てきた。これあれっすね。僕としては、多分、左にダメージ与えてる分、右を落とすことができれば、多分僕の勝ちなんですよ。落とすことができればね。落とすことができればの話なんでね。おぶねえ、星。これも捨てっすね。捨てっすね。さあ、からの墓石。いや、いいタイミング。おら！あ、待って、いいって、残してる。やばいやばい。ちょっと待って。インドラゴを共有できる。よしよし。さあ、うわ、オッケー。いいや、テスラが間に合う。テスラこっち。いや、いいね。来たんじゃない？これは。テスラ一発耐えるよね。さあ、まあ、バルーンはほんと怖いですね。ラバ掘りなら多分いけそうなんですけど。このラババルが良くないですね。ロケット押してちょっとダメージ稼ぐ。オッケー、やなめ使う。あれ気づいたっす、僕。さだピンチ。さだピンチっすか、これ。てるー。さだピンチ。さだピンチ。お、来た。ピンチを。まあ僕が言うのはうまかったかな。相手がミスなくても勝ってたとは思いますね、多分あぶねえ、ギリですね。ちょっと待って、何戦したかな。もしかしたら、いや、まだ2戦しかしてない感覚なんですけど、僕的にはね、もしかしたら3戦4戦目かもしれない。まあそれはそれでいいっすね。はい、よろしく。さあ、動画撮りながらトラ上げをしていきたいと思いますね。アイスイズ。さあ、これは、クロスですね。有名なね、トルネテスラクロス。いや、これはね、きつい。ん？アイスイズウッドリガー。ウォールブレイカーか？ウェバー来ちゃった、ウェバー。あー、ウェバーもね、個人的にはそんないいと思ってないですね。ん？ウェバー？ん？なんだこれ。あ、なんか事故れ。あー、事故ってくんないっすね、さすがに。ロイジャイっぽいっすね。ロイディガかな？ロイディガっぽいっすね。
で、ここにまあディガーをつなげつつ、こっからよいしょ、ウッドともう一枚アイスウィズ、ヘイヘイ、なんかでも勝てそうですね、知らんけど。これちょっと奉仕一発稼ぎましょうか。あー、あ、待って、やばい、最悪、ちょっと待って、やばい、うわ、ですよね、最悪、ミスった、やばい、これ事故、本当に事故、テスラ、やめて、2発は痛いね。まあまあ、これ自分が犯した罪なんでね、これは、しゃあなしかなと思います。はい、来た。これが強いですね。この星残るんで、ここに、ホグつなげていきます。から一発でも殴られたウッドで死んじゃうんで、はい。で、まあ、トルネードを、あ、トルネードで死にますね。まあまあ。それでもいいかなと思います。ふぅーし、今日は、あれっすね。連続記録更新になりそうにないですね。動画中にお腹が痛くなる現象があったんですけど、今日はないですね。まあ、よかったです、本当に。だからちょっと楽しみにしていた自分もいるんですけどね、若干。今日も動画中に来んのかなって、若干思ってた自分もいるんですけど、まあ来ないのは来ないで、やっぱハッピーですね。間違いなくね。ここ攻めとくの大事。あ、バルキャノじゃなくてアイスウィザのちょっと厄介ですね。お、すげえ。え、おしゃれすぎん。ほんとやべ。バルキリーが当たってね。バルキリーちょっと、短いな。これ、ロハシマエルいきますね。知ってる。カモン。オッケー。いい、欲しい。欲しいナイス。いいね。からの欲しい。もうね。めんどくさいんで毒キノコって呼びません。よいしょ。ふい。で、まあ、トルネかな、多分トルネ。オッケー。いいね。からの、ああ、ここは一回あれっすね。右サイド、ちょっと共有できるな。よいしょ。耐えたよ。え、ワンチャン、ちょっと待って、ワンチャン、くそー、あのテスラがなければですね、これ。いや、もってねえな。まあ、フランコさんがちょっとね、まあ、なかなかやる人だったというわけで、今日、ちょっとホグリがやったんすけど、まあ、意外と勝ってますね、なんか。まあ、マスケの方が良かったはよしで。あ、僕はちょっとね、キノコちゃんの方が、これ、ちょっと気に入ってるんでね、はい、この方でやったんすけど、まあ、よければ使ってもらえればいいかなと思います。なんか、前、ケンツも動画上げてたんすけど、ゴレディガーで世界一位の人がいたみたいな。まあ、感じで、ディガーがやっぱ強いっすね。ディガーが強いんで、ちょっといろんなディガーデッキ合わせたやつとかもね、使ってみようかなと思います。だけで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。バイバーイ。